今日も始めていきたいと思います。ですね、今回は虫を取っていきたいと思います。今までですね、海の幸、海の生き物といっぱい釣っていきました。これでですね、だいたい3万くらい稼いだんです。それで、まあ、海の幸では1万くらいで、海の魚では、あ、海の魚というか、まあ普通魚では2万くらい稼いだんですね。まあそれで、虫だったらどうだろうかということで、今回虫でやっていきたいと思います。まあ、今ずっと見えてたんですけど、モンシロチョウから虫も意外と難しいんですよ。よし、取った。イエーイ、モンシロチョウ。よし、取った。よし、取った。ん、あ、やった、スズムシだ。スズムシずっと見てたんですけど、初めてだったんですね。あ、ちょっとパチンコパチンコ。よし、ちょっとプレゼントあげたいと思います。おー、鉄鉱石はいらない。いっぱい収納にあるので入れませんが、また虫を取るの追加していきたいと思います。夏は炭とかでうるさかったんですけどね。そうだ、蜂とかどうかな。おお、一瞬できた。イエーイ。蜂はね、一瞬で捕まえられるんですよ。そこもいいところです。そしてですね、こういうので共有するとお金が出てきたりすることもあって、こういう風に今のは偶然ですけど、あと家具もでき出てきたりとかするんですね。家具の場合、前に動画撮った時も言いましたが、1日に2個取れるのでいいと思います。あ、大ゴマダラがいた。虫逃がした。よし、取った。1000。あー、さあ木の棒をいっぱい取っていきたいと思います。の棒、あー、間違えた。5つ。じゃあはしご降りていきたいと思います。
そして案内所を通り過ぎた。なんか最近半妙に気づかないんですよ。どうする？ついでにちゃんとした釣り竿にして、そして網もちゃんとした網にしたいと思います。風船に感謝。たぬきマイレージプラス、あ、DIY をしましょうみたいなやつかな。お、やっぱり。ヒラメね。海の幸もか。ちょっと一回フクロウとか取ってみたいんですよね。いました。あ、の飾る。あれ、いなくなった。けどまたいる。ブーブー。これはスズムシかな。やっぱり。で、なにこれ。この生き物取ったことないかもしれない。全然取れない。おお、これは逃がす。いた。取った。いやー、捕まえてまーした。いつ捕まえたんだろう。買い取って。さあ、何円でしょうって言ってもね、少ししか取ってませんが、秋あかねとモンシロチョウとスズムシ、オオゴマダラとハチは取っとこうかな。スズムシ、ついでにハチの巣。何円か考えてみてください。私はですね、今回は、いかないかな。まあ、5000円は行ってほしいっていうところですかね。さあ、皆さんも考えてみてください。どうぞ。そうだよね。やっぱりなんでもない。やっぱりな。さあ、あと一匹は取りたい。
いた。やったー、取れたー。今日はですね、蜂が取れたというところで終わりにしたいと思います。まあですね、蜂はレックスが来た時に売るようにしてるんです。意外と高くてですね、ミツバチは安いんですけど、100円くらいで。蜂はですね、なんと2500円なんです。なので、半妙とかもレックスが来た時に渡すようにしています。なので今日は売りません。ということでですね、海の幸と魚でやってきたんですけど、虫が一番冷やすかったです。さあ、一番高かったのは海の生き物、あ、海じゃないけど生き物の魚かな？なのでみんなも魚をいっぱい取る日とかって考えてやってみてください。では、終わりにしたいと思います。ではではー。